どうしました棚橋。涙顔ですよ、ね、ちょっと表情は。皆さん、新日本プレスが広島に帰ってくることができました。ありがとうございました。ごめん、まだ G1 の途中だからね。これからまだ公式戦半分しっかり勝って頑張ってきます。今日はありがとうございました。先ほど投げたエアギターをリングの下から辻がリングの中へ高く上げました。まだ落ちてこない。 そんな高いか。おい、そんな辻投げましたかね。何十メートル飛んでんだ。これ田中選手怪我しますよ。まだ落ちてこない。いやいや、引っかかってんじゃないですか。まだ落ちてこない。来た、嘘やろ。ナイスキャッチ。いや嘘やろそれ、ギター嘘やろ。投げすぎだよ辻。みんなが心から心を置きなく応援できる、そういう場で新しい新日本プレスの形を探していきます。だから今日は拍手をください。前で取っちゃったんですか。いや、かなり投げましたね。投げましたよね今ね。30メートルぐらい飛んだはずですけど、はい、2メートルぐらいで取っちゃった。ただどうでしょう、お客さんはサイドのアンコールを、あ、ただ投げてしまったんでギターがありません。手元にギターがない。そっちにあったのか。東の方から今ギターが投げ返されました。誰なんだ今投げた人。誰なんだ。誰なんでしょうね。なんでギター持ってんだよ。あ、今度はカメラの前の視聴者の皆さんに今投げましたね、ギターを。憎いね、やることがいちいち憎いね。最後のリングのこの空間がとても嬉しくて長くやってしまいました。ありがとうございました。分かってるんですね本人ね、長いなっていうのはね。じゃあ G1 クライマックスチョックラ優勝していきます。
じゃあ力いっぱいの握り拳をお願いします。じゃあ最後に東島の皆さん、愛してます。やっぱりだよ、やっぱりだよ、思った通りだよ。え、試合は負ける、カバンはひび入る、散々だよ。あ、なんでかな、なんでかな、いつまで来んだよ、やめてくれよ、つきまとうの。警察に言うよ、本気だから。これ以上つきまとわないで。ああ、ありました。勝ち星先行。よし。まだいける。まだいけるから。うん。はあ。はあ。G1 クライマックス。ねえ。いろんな選手が輝いて、頭角を現して。はあ、そういった中で俺は何をやってんだっていう葛藤ももちろんあって、はあ、今日もね、今日というかもう観客が開放になってお客さんが来てくれる、本当嬉しい、嬉しいけど、やっぱりそのお客さんの席数には制限があるあって、はあ、来たくても来れない人いるんだろうなと思ったりとか、はあ、こういうタイミングで好きだったプロレス離れちゃったら寂しいなとか考えて、はあ、けど俺の気持ちは誰一人置いていかないから、全員連れていくから、怪我で休んでる選手、試合数での関係で出れない選手、みんな仲間だから。柴田選手もそうだよ、絶対誰一人置いてかない、全員でまた新しい新日本プロレスを作っていきたい、そして絶対それを俺この手でやりたい、やってみせるから。 G1 クライマックスチョックラ優勝していきます。ありがとうございました。